こんにちは、孤独のライダーです。ここはですね、盛岡の清流中津川でございます。とてもね、綺麗な川なんですよ。特にこの冬の雪の時期、とても綺麗なんですね。昨年病気でバイクに乗れなくなって折れそうな僕の心をですね、この川が救ってくれた。まあ、何があるわけではないんですが、ただここに来てぼーっとしているだけで心がね、救われたんですよ。去年はね、特に自転車に乗ってここに来ました。まあ、歩いてもバスに乗っても来ましたが、やはりここをね、自転車でぶらりとするのがとても心地よかったですね。皆さんもね、この雪が溶けたら自転車に乗ってぶらりとしてみるといいですよ。これはですね、川の向かいにあるオデッテというビルのエレベーターでございます。これちょうど川をね、見るのにちょうどいい場所にあるんですよ。まあ何回乗ってもタダですから、観光でいらした方はね、ぜひここに立ち寄ってね、乗ってみるといいですよ。またエレベーター乗っちゃいました。複雑に人々の思いが交錯する現代社会、日々の生活に疲弊する人々、本当の自分を求めてさまよい歩く、そんな時ふらりと寄った名もなき食堂が男の心に響く。男はただ庶民的な味に癒しを求め、日頃の嫌なことを忘れて飯に食らいつくのだ。男は今日も田舎の素朴な味を求めて店を探すのだ。
おっさん、転ばないでね。僕が頼んだのがカレーラーメンでございます。珍しさに惹かれて頼んでみました。では肝心のお味はいかがでしょうか。まずよくかき混ぜて味を慣らしていきましょうね。正直一口二口では答えが出ません。麺をすすってもまだ答えが出ません。どうも盛岡人はこういったのが好きなようです。じゃじゃ麺を代表するように食べ進めるうちになんだか虜になってるってやつですね。このカレーラーメンもそんな感じがしてまいりました。はじめはラーメンスープとカレーとのアンバランス。カレーは辛いかと思いきや甘系のやつです。僕の中でようやく整理がついてきました。ラーメンスープとカレーとの掛け合いが馴染んできたのはこの頃です。考えてみますとカレーもラーメンも国民食でございます。日本人の口に合わないわけがございません。なぜこの異種格闘技ラーメンがメジャーにならないのか不思議なくらいなのでございます。僕は予想します。この春頃からお店の前に風変わりなバイクがずらりと並んでいることでしょう。このラーメンはちょっと風変わりなおっさんによく似合う。こんなスーパーカブやカスタムモンキーにまたがり、俺まだまだ生きてるぜって思ってるおっさんによく似合う。あともう一人よく似合うおっさんがおりました。その人が電動バイクの充電の旅をしているお笑いの人です。きっとこのラーメンを食べてやばいよやばいよ連呼することでしょう。私はまたまた隠れた盛岡グルメを発見してしまいました。私だけが知る盛岡グルメにしたかったのですが、ここは大盤振る舞いで皆様にお教えすることといたしました。盛岡冷麺やわんこそば、じゃじゃ麺に対抗するカレーラーメンの街盛岡でもいいのじゃないでしょうか。これが盛岡観光の起爆剤になるのではないでしょうか。やばいよやばいよ